さあ、ここまで最新の気象情報をお伝えしていきました。ウェザーニュースライブではこのように雪の情報を現在お伝えしているんですけれども、私たちキャスターがですね17時ごろ設定されている時間帯に皆様にメールをお送りしております。今日私がお帰りメールを担当させていただいたんですけれども、今日のお天気とともに今日は何の日ということで記念日もお送りしました。今日は皆さん何の日かご存知ですか？今日はですね天使のささやき記念日なんですよ。天使のささやきとはマイナス15度以下になると空気中の水蒸気が凍ってできる、皆さんご存知ですかね、氷の結晶ダイヤモンドダストのことを指します。ということで、天気つながりで皆様に天使の、もし天使がいるとしたら天使何をささやいてほしいですかといった内容です。なんで私こんな動揺したんでしょうね。恥ずかしくなっちゃったんですね、自分で言っててね。もし天使が実在するんだったら何をささやいてほしいですかといった内容でお出ししました。実際に返信メールいただいたんですけれども、とても素敵なコメントいただきました。ありがとうございました。私がほっこり癒されたなと思った内容があったのでご紹介します。コンビニとかで売っているおもちゃの缶詰でおなじみのチョコを買うときに、そっちじゃないよ、これだよ、金のエンゼルの箱はって教えてくれる天使に出会いたいですというコメントがあって、すごくいいなって思いました。いいですよね、天使がエンゼルの箱を教えてくれるんですよ。なんとも素敵じゃないですか。いいですよね。あとなんだろう、励ましてほしいっていうコメントが多かったですね。あともうすぐだよ、頑張ってねっていうささやきのコメント、あとは褒めてほしいコメントですか。今日頑張ったね、お疲れ様っていう感じですかね。なるほど、そういう天使のささやきが欲しいっていうコメントでした。皆さんはどんなささやきが欲しいですか。どうでしょうかね。あとは今年の花粉症は発症しないようとささやいてほしいといったコメントも届いておりました。いいですね、そういった、ね、コメントささやきがあったら。こんな返信メールをご紹介したんですけれども、ぜひ明日も行っていきますので、お帰りメールを皆さんもね、ご覧いただければと思います。いつもありがとうございます。それでは19時30分に番組を再開いたしまして、改めて最新の気象情報をお送りいたします。